仙台青葉祭りなんですが、2日目の本祭りを迎えています。今日は祭りの目玉である時代絵巻巡行が行われました。今年で40回目の開催となった仙台青葉祭り。本祭りの今日は豪華絢爛な山鉾やスズメ踊りの踊り手たちが町の中心部を練り歩く時代絵巻巡行が行われました。今年は仙台市の歴史姉妹都市である愛媛県宇和島市から宇和島牛鬼祭りの牛鬼と呼ばれる出汁も参加し、祭りを盛り上げました。また鎧に身を包んだ鉄砲隊による火縄銃の演舞も行われ、訪れた人たちはその迫力に見入っていました。今年はなんか迫力があってとてもかっこよかったです。このなんか賑やかな感じを娘に見せたいなと思って、はい、来ました。コロナ前に1回来ているので、なんかその雰囲気に戻ってきたのかなっていう感じがします。祭りの賑わいは昨夜も、山鉾が常禅寺通りを巡行したほか、5年ぶりに観客も飛び入り参加できる総踊りが復活し、最後は踊り手と観客が一体となって森の都を熱気に包みました。街中でしっかり踊れたところが楽しかったです。去年まで見る側だったので踊れて嬉しかったです。